はい、アメリカの皆さんこんにちは、コッシーです。ということで今日はですね、まあちょっとね、まあ画面見たらわかるんですけど、ドリームキャラはさらに全国大会、さらにエクサイティングが来ておりますということで、まあ早速やっていきたいと思うんですけども、一つちょっとは言うことがありまして、最近動画撮ってなかったじゃないですか。ちょっとまあいろいろ忙しかったんですよ、本当に。あのまあいわゆる就活ってやつですね。人生、まあ、生きてれば誰でも経験することを今ちょっと僕やってて、めっちゃ時間なかった。本当に。なんか書かなきゃいけないね、やっぱりそういうの。ね、もうそういうの書いてて、めっちゃ時間かかったもんで、動画撮れなくて、はい。まあ、ちょうどエキサイティングが来たっていうことで、まあ今日はちょっと通っていくんですけども、まあ、とりあえず、エキサイティング選手見ていきましょうか。はい。オリックス山崎総一郎でございますね。総一郎は、まあ、2スプ、さらにストレート160キロ。結構、割りかしいんじゃないか、このスプリットの変化量とストレートの A は。ソフトバンク、泉選手、ツーシームがあれですね。山安のツーシームですね。で、ライオンズ、平選手でございます。9位84。ストレート A、スライダー A、フォークも斜め。で、カットボールも A と。A 多いな。で、超高速球タイピンチと。まあ、これはね、前とあんま変わんないかなって思います。で、楽天、松井選手でございます。9位85、制球68、スタミナ68。で、ストレート、フォークが、あれ？フォークの変化量上がってるこれ。フォークの変化量上がってるよね、これ。見た感じ。ちょっと待って、見てこようか。そうですね。去年のシリーズよりも、フォークが1個増えてますね、変化量が。ピンクになってるスライダーもピンク。で、その代わりに先発が適正消えてます。中継ぎと抑えしかもうできなくなってる。で、カットボールがいい、サークルチェンジがいいと。いや、これ強くね？で、タイピンチでしょ？だって松井ゆき、タイピンついたら、フォークだってあれでしょ？旋回になるんでしょ？これは松井選手欲しいな、ちょっと。で、ロッテ、山口浩輝選手でございます。最近ね、1軍にまた復帰してきましたけど。ミート61、パワー78。ここら辺はまあ、普通の、通常のステータスよりもプラス1って感じで。で、超広角パワー非熱気ということで。もしかしたらこっちの方が強いのかな？熱気はパワー中アップで発動率 100% なんで。こっちの方が強いのかな多分。いや、日ハム、加藤選手でございます。この加藤選手は何がするかというと、制球が S 行くんですよ。精密機械とかミスターコントロールで。これは結構でかいんじゃないかな、日ハム純正からしたら。制球 S 通常の選手で行くって相当だよ。で、ツーシーム、フォーク。さらに高速スライダー、スライダーと、結構バカ強いな。で、あれでしょ？中継ぎもできるんでしょ？これ結構使う人いるんじゃないかな、加藤選手。で、ヤクルト、塩見選手、これもあんま変わんないです。まあ、強いて言えば、パワーが A、いきますね、これだと。でも、総力型からは変わらないと。で、ニチャム、ネフタリス相当でございます。まあ、最近出たんですけども、まあ、ニート69、パワー79と。まあ、ミートパワー両方とも、B と A に乗りやすくはなりましたね。で、まあ、超アーティスト広角打法熱気と。まあまあまあ、こっちのソフトの方が全然強いですね。で、阪神、岩崎選手でございます。岩崎選手ですね。で、ストレート、スラーブ、カットボール、サークル、スローサークルチェンジと。で、超重い球、コントロールと。まあ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 、今の阪神の中継ぎを担ってるだけになって、特殊能力はまあ強い。超重い球ってのは結構もう、投手の特殊能力の中だったら結構強い方に位置してるのかなって思います。で、巨人、高梨選手でございます。9位。79、制球69と。まあ、ここはまあ言わずもがな、リアタイ勢からしたらもうね、もう親の顔より見たぐらい中継ぎ出てくるんじゃないかなと思ってます。スライダーとこの高速スライダーの使い方ですね。しかも超タイピンチと。まあ、今回のシリーズからは、あれなんです。フォークが消えてるので、あ、前回のシリーズからはフォーク消えてるので、それなんですけど、まあ全然強いですね。はい。で、カープ、来ました。今回の目玉、坂倉選手。いや、この坂倉選手、何がするかっていうと、ニパ AA 同値いけるんですよ。バズーカか。バズーカで、ミート80、パワー80の AA 同値。しかもラインドライブですよ。これがえぐい。いやもう森友なんて目じゃないぐらい強くなってますね、これは。で、キャッチャー適正も特殊で、C いきますし、はい、スローイングも、特殊で D、肩も B いきますね。で、超ラインドライブ、広角打法、熱気と。いやもうこれは、現時点での通常選手のキャッチャーの中で多分一番強いです。多分 OB 入れても、3本指には絶対入ります。はい。で、中日、柳選手でございます。こちらは9位制球スタミナ、全動値が可能で、まあ、このチェンジアップと、このシンカーの出し入れで、まあ、戦っていくというリアタイ型、しかもリーグオーダーにも使えるという、全能、まあ、万能型の柳選手でございます。しかも超コントロール20丸綺麗なんですけども、タイピンチが消えているので、まあ、そこはまあまあ人によりますね。100% 出てくる熱気なのか、タイピンチなのか、というところはまあ、まあ、リーグ勢からしたら多分、ステータスプラス1されてるこの柳選手の方が強いのかなって思いますね。はい。多分お知らせでも来たと思うんですけども、一番最初に YouTube で、エキサイティング選手が出てくると思うんですけども、そちらが出た時のその景品があるじゃないですか。ダーツ。ダーツの景品が一気に配られたので、それをやっていこうと思います。あ、これはちょっと違うんだけど、まあ、まあ、S ランクエキサイティングプレイヤー契約書第1弾と、S ランク確率 10% 契約書が3枚、4枚か。で、A ラン契約書とゴールド契約書っていうことで、これ全部引いていきたいと思います。じゃあまずゴールド契約書から引いていきましょうか。1、2、
4枚か。ここでね、A ランク以上の演出来たら結構でかいからね。調子くるの赤。あー、ないか。赤じゃねえよ。あら。あ、すいません。じゃあ、次は、A ランクエキサイティングプレイヤー契約書いきましょうか、2枚。まあ、欲しいのは、どうだろうな。まあ、称号用とかも含めて外でしょ？山口浩輝。松雪。まあ、誰当たっても嬉しいですね。今回のエキサイティングに関しては。まあ、できれば自分が今持ってる選手、要はリアタイで使ってるような選手来てくれたら嬉しいかなーですね。はい。さあ、誰だ。坂倉選手とかちょっと欲しいかな。バズーカ狙いたいし。あ、塩見選手。岩崎選手。うわー、両方と思ってない。まあまあ、しょうがない。じゃあ次は 10% 契約書いきましょうか。4枚。いや、10% だから実質当たるでしょ。実質的には。え、嘘。ちょっと待ってください、嘘。はい。え、青。そんなに当たんない。あ、まだこの子だったらまだ可能性あるね。前回の契約書の、あれより、お、来た。来た。にっこりした。はい。おい、しかも M。オッケー。はい。大島選手か。まあ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 。まあいいでしょう。はい。あ、もう一枚あると。あ、S ランクは叩きいいとしましょう。じゃあ次は本命 S ランクエキサイティングプレイヤー契約書第一弾。いや、欲しいのは、そうだな。欲しい選手は、外、松井裕樹。あと、あ、坂倉選手が一番欲しい。言うなれば、坂倉選手、外、松井裕樹の順番で欲しいですね。坂倉選手はもう早く継承したいんで、来てくれたらめっちゃ嬉しいですね。まあ、バット当たらないのは知ってる。ここから。はい。お、高梨選手！これよくね？いや、これはいい、これはいい、これはいい。ラッキー、ラッキー、ラッキー。